ミッションの再確認だ。 GV はその人工島を正面突破し敵の陽動を頼む。その隙に我々が軌道エレベーターのコントロール施設をジャック。コントロールを奪い次第軌道エレベーターを使って GV を宇宙へと送り届ける。作戦名はサイバーディーバ救出ミッションとする。そりゃいいや。あの時抹殺しようとしたターゲットを今度は救出ってか。あの日から始まったサイバーディーバをめぐる戦い、我々の手で決着をつけよう。グッドラック。
撃破完了。よっしゃ、あと少しで軌道エレベーターだな。ああ、みんなこんなにもしない。あれが軌道エレベーターか。やっぱ来ちゃったか。メラク、シアンをどうした？そんなの、もう雨の浮き橋に運んだに決まってるじゃん。はぁ、やっぱ君がここに来たら邪魔するように試練から言われてるんだよね。めんどくさいけど、生き返らせてもらった恩義は返さないとね。生き返らせてもらった。えい、そうだよ。っていうかさ、君が殺したんじゃん。ああ、でも少しは違うよ。どうせ答えられないし。ま、企業秘密ってやつ。大企業だからね、スメランにはさ。その辺も結構面倒くさいんだよね。帰りたいよ、連れ去ったお前を僕は許さない。やれやれ、レイジーレーザー。ただ消えないよ。もう怖っ。ただな、僕はただ真面目にお仕事してるだけなの。まあいいや。こっちも君とこれ以上サメにするつもりはないし。飛ばし、アールドブルー、バークカイマー。眠い。ジブ、無事なのね。問題ありません。このまま軌道エレベーターに乗り込みます。よかったわ。でもあいつ生き返らせてもらったって言っていた。復活怪人とクリア特撮ヒーローのお約束。そう。なあリーダー。だよ、あれリーダー、どこに。